まずは森田選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、増木選手の番手、そして後ろが平原選手というとても重要な位置、レース前の気持ちはいかがでしたでしょうか？そうですね、緊張したら体が硬くなってダメなんで、楽しもうと思ってずっと過ごしてたんですけど、ちょっと緊張してしまって、まあ、でもこうやって決められてよかったです。はい、やはり楽しめはしなかったですか？はい、楽しめはしなかったですか？あ、でも楽しめました。お客さんがこんだけ声援くれたんで、本当に楽しかったです。はい、そして関東勢が前を取れました。あそこは一安心という感じですか？そうですね、自分も出たんですけど、先輩方が出てくれて、取ってくれて、作戦通りに行けたと思います。はい、犬伏選手のまくり上げ、発進のタイミングも難しかったんじゃないですか？そうですね、増木も自分より全然格上ですし、本当に初めてついたんで、どれぐらいかなと思って、でも全開で行ってくれたんで、気持ちよく出させていただきました。はい、長い距離だったんですが、ゴール前の粘り素晴らしかったです。いや、足が本当に全然動かなくて、後ろの先輩がなんとかやってくれて、優勝できました。はい、それでは今後の抱負目標、ファンの皆様に一言メッセージをお願いいたします。そうですね、こんな最後まで本当に残っていただいてありがとうございます。これから LINE で関東を盛り上げていきたいと思います。また応援よろしくお願いします。はい、見事優勝いたしました森田裕也選手にお話を伺いました。森田選手、ありがとうございます。